メスティンでお湯でも沸かそうかなと思って、これ100均の固形燃料、これはね大と五徳がいるんで作っていきましょう。3、4センチ開けるって書いてるね、指2本分。はい、どこのお家にでもあるソーミシャンタンの空き缶、これを切っていい感じの台を作りましょう。穴を開けて折り曲げて、なんとかねいい感じになったんじゃないでしょうかね。でこれに火をつけましょうね。ついた？あ、ついた。簡単につくぞ。水をパンパンに入れてみました。とりあえずお湯沸かしましょう。これでほっといたらお湯が沸くのかな。はい、じゃあちょっとねメスティンの方はお湯が沸いたようなんで蓋を開けていきたいと思います。熱いね、グンって押してくださいね。ちょっとこれグンってちっちゃいからけど。指が開かんがやけど、沸いたかな。お、沸いてある、沸いてある、湯が沸いてあるよ。オッケーです。ほんならラーメンでも食べるか。はい、はい、じゃあそこにへし割ったラーメン入れてみてください。ちょうどやね、上手にへし割れるもんやね、うん、ちょうどやん。ちょきとばし、スープ、おスープ投入。イエイエイ。投入。粉を。できたねラーメン。完成丸やね。見せちょ、見せちょ、手作りスプーン。そう、絵描いたがって靴ひも。じゃあちょっと味見していきましょう。いや、びっくりするぐらいうまい。というかこれが、びっくりするぐらいうまい。とにかく、誰？海ちゃん。はい、一さじ。もう子供で全部いってええで、うん、立ち食いやね。おいしい。おいしいね、うん、どうですか。まだ食べてません。もう熱くない絶対。慎重かつ慎重やね。うん、おいしい。めっちゃ曇った。外ラーメンうまいね、うん、雨の中立てて食う外ラーメンが一番うまいって噂やきね。雨の中立てて食う外ラーメンが一番うまいって噂やきね。今まさにそれやき。座るんかい。食いかすのラーメンに今白米を放り込んでいるところです。ありがとうございました。これが一番うまかったね。さあ次はどちらの動画をご覧になりますか。こっち？こっち？こっち？やっぱこっち？どっちの方が面白いかな。まあ、全部見ていただければ嬉しいと思います。飼い主の皆さん、いつも本当にありがとうございます。ありがとうございます。助かってます。またお願いします。